ピョートル・レーテルは、ポーランドの作曲家、音楽教育者、音楽評論家。ビリニュスで生まれ、ワルシャワで没した。ピョートル・リテル、ピエール・リヒテル等の表記もある。レーテルは1903年から1908年まで、ワルシャワ音楽院で、ピアノをアレクサンドル・ミハロブスキーに、作曲をジグムント・ノスコフスキーに学んだ。1911年のワルシャワ国立フィルハーモニー。 管弦楽団創立十周年記念コンクールでは彼の故教師、ダンテの夢が入賞した。1911年から1939年まで彼はワルシャワ音楽院で火星と学識論とピアノを教え、1932年からは作曲の教授となった。それと並行して1932年から1939年まで彼はワルシャワ音楽院の芸術と 学術部門の管理者の一員だった。第二次大戦中には作曲家、スタニスラフ・カズロの地下音楽院で教えた。1945年から1948年には、ワルシャワ音楽学校で作曲を教え、ここでの生徒には、タデウ・シュバイルと、ビロジー・メッシュ・コートンスキー、そしてアンジェイ・マーカウスキーがいる。 同時に彼は1945年から1948年までオペラ公演の監督を務め、1946年から1947年にはワルシャワ音楽学校の副校長を務めた。1956年から1961年まで、レーテルはバルト海に面した都市ソポトの音楽学校で教えた。 教職の外に彼は1908年から1960年代まで、シズのポーランドの音楽雑誌に芸術論や批評記事を活発に書いていた。彼は現代ポーランド作曲家協会の役員、音楽演劇記者協会の副会長、フレデリック・ショパン協会の副会長、ワルシャワ音楽協会の会長を務め、ポーランド作曲家組合のメンバーであった。 1937年にレーテルはポーランド復興勲章かバレルスキ十字勲章を1960年にはグダニスク氏の賞を受賞した。ピョートル・レーテルの主な作品は次の通り、ありがとうございます。